のとある情報発信者。はい、どうもこんにちは、日とはジョーです。今絶賛梅雨真っ只中なんですが、ちょっと今日雨止んだんで市街地の方走っております。で、今歯医者の通院してるんだけど、今日仮歯が割れてしまって歯が一本ない状態で喋ってます。だからめちゃくちゃ滑舌悪くて聞き取りづらいと思うんすけど、ご了承ください。はい、今回のタイトルにもある通り、私〇〇でバイク買います、企画スタートします。はい、ちなみにその〇〇というのは、そう、投資だ。そう、投資とは利益を見込んで事業に資本を出すことである。将来の利益のためにお金を払うこと全般を投資と呼んでいる。働け。はい、投資といってもいろいろあるんですが、私が今回やるのはバイナリー取引という種類の投資です。バイナリーオプションは為替相場や株価指数などを対象に、あらかじめ決められた時点期間の騰落を予測し、ある値よりも高いか低いか、一定の範囲に収まっているかなど、二者択一で選ぶ取引です。お金がないなら増やせばいい。俺は働かずしてバイクを買う勝者だ。はい、バイナリーオプションをめちゃくちゃ簡潔に説明すると、例えば US ドルが今現在日本円で100円だとして、一定時間後のその金額が上がっているのか下がっているのかを当てるハイ&ローの投資です。ちなみに私が始めたバイナリーオプションはハイ&ローオーストラリアというバイナリーオプションです。はい、ちなみにこのハイ&ローオーストラリアというのは偽サイトが多数存在するそうなので、やる際はご注意ください。はい、ちなみに私ハイ&ローオーストラリアのデモの方でしばらく練習やってみたんですが、感想としてはギャンブルに近いような投資です。上がるか下がるかを当てる 50-50 の勝率なので、ルーレットに近いような感覚ですね。パチンコなどのギャンブルと違う点は法則が存在するそうで、その法則をちゃんと勉強した上でやれば勝率はかなりアップするということです。詳しいやり方や勉強の仕方はいろんな YouTube チャンネルで紹介してるんで、そちらをご覧ください。私も一応やる前に勉強してみたんですが、分かったような分かんないような、そんな感じでやってみました。とりあえずデモで練習すると、まず100万円が支給されるんですが、その100万円を使って練習して最終的に200万円台まで上がりました。で、本番を始めるには、身分証の登録などを行い、口座や入金方法の登録を行います。それが完了したんで、私はとりあえず8000円を投資してそこから始めました。まず8000円からスタートして、キャッシュバックでプラス5000ポイントがもらえるんですが、スタートが1万3000円ということになります。はい、それでは実際にやりながら解説していきましょう。見て童貞？あ、バキバキ童貞ですね。はい、それでは実際の画面を見て説明していきましょう。今入金した8000円のうち4000円をハイにベットしています。で、左上の通貨選択はユーロ、その時間設定は3分後の金額を予測して投資しているということです。で、下に見える1000円というのはベットしている単価ですね。ここも自由に選ぶことができます。確か20万円以下で選択可能です。で、一番右上が口座残高ですね。8000円のうち今4000円をベットしているので、残高の方も約4000円になっているはずです。ではこのまま経過の方を見守ってみましょう。今現在スマホの方でやっていますが、結構このグラフがフリーズしたりするので、その時はブラウザを更新してください。またグラフが動き出します。この取引の方が結構30分ぐらい続いたので、ちょっと要所要所飛ばしていきますね。はい、最初の左のハイマークより今のグラフが下にあるので金額がアップしました。口座残高見ていただけると金額がアップしているはずです。はい、これで一応勝ちということになります。この流れで他のハイマークもどんどんクリアしていく流れになります。ここでグラフが上がってしまえば負けになります。
今口座残高が6850円まで上がりましたね。ここの4つの配投資は全てクリアしています。今みたいにグラフが止まった場合はこうやって更新すればまたグラフが動き出します。このままいけば最後の配マークもクリアできますね。左下に出てる1900円という金額は1000円に対しての払い戻しの金額ですね。はい、そのまま上がらなければ4000円全て勝ちになります。4321、はい、勝ちです。はい、ちなみにこの勝負は法則の勉強をした上でやってますが、それが合ってるのかどうかはまだ分かりません。はい、口座残高が8750円まで上がりました。はい、また早送りします。はい、ここで今のグラフより3分後のグラフが上がっているという予測の投資のハイマークを打ちました。金額は1000円投資です。はい、ここでもう一度追加のハイマークを打ちます。注意点はボタンを連打してはいけないそうです。ボタンの連打が何度も続くようだと口座を凍結される恐れがあるそうです。皆さんご注意してください。ここでハイマークを3つ打ちました。はい、ここから3分後へ飛ばしていきましょう。はい、ストップ。ここで追加のハイマークをもう一度打ちました。現在4000円を4発投資しています。全てハイです。はい、ストップ。はい、最初のハイマークがクリアしました。これで口座残高が増えます。この調子で次々ハイマークをクリアしていきましょう。はい、2個目のハイマークもクリアです。はい、3つ目もクリア。はい、ここで調子に乗ってハイマークをもう1個追加します。はい、今3つ目のハイマークが際どいラインに来てます。今グラフがハイマークと同じ位置に来てますね。ここから下がるかここから上がるか次第です。ちなみに一番右にローマークを1個打ってます。こういう風に先が読めればどんどんローハイを打って投資していけます。こういったスピーディーな投資ができるところがゲーム性が強くて面白いですね。ちなみに私は先が読めているわけではありません。半分勘です。はい、一番左のハイマークは、はい、クリアしませんでしたね。ハイマークより下にグラフが来ているのでこれは負けです。この場合は投資額の1000円が没収されます。はい、ここのハイマークも負けですね。はい、スキップしてここのローマークはクリアしましたね。はい、仕組みとしてはこんな形になります。ちょっと先の方にスキップしたいと思います。はい、ストップ。ここで口座残高が4000円で始めた投資額が1万7050円まで増えました。時間にして約10分ぐらいでしょうか。はい、ストップ。ここで口座残高が2万円を超えてきましたね。はい、そこから20分ほど続けて減ったり増えたりを繰り返し、最終的に2万6850円で終了しました。やり方としてはこんな感じになります。日本国快楽的リビン情報番組。はい、いかがでしたでしょうか。まあプロの投資家の人からしたらそれ間違ってるよっていうのも結構あるかもしれないですが、素人のビギナーズラック的なところもあるかもしれませんが、約30分で8000円が3万円近くになってるのは事実。これを地味に繰り返していって俺はバイクを買うんだ。彼はこの日の夜に調子こえて夕飯を食べながら片手間で投資を再開したら、あっという間に口座残高が150円になりましたとさ。ご利用は計画的に。ふざけるな。結果的にマイナスじゃねえかよ。今給料日前だぞ。結果的にギャンブルじゃねえかよ。そんなこと言ったら先の利益のためにお金を入れるパチンコだって投資じゃねえかよ。財布の500円と口座残高合わせて650円しかねえだろ。ふざけんな。なんだよこのクソガキ。お前邪魔だろこれ。何笑ってんだよ。お前帰れよマジで。ちょうどいいからお前ちょっと俺に1000円貸せよ。じゃあな。
1000円とタバコありがとよ。はい、ということでハイ&ローオーストラリアを含めたバイナリーオプションはうまく活用すればとても素晴らしいツールですが、欲を変えたり一時的な感情に流されてしまうと一気にマイナスになってしまいます。皆さんもご利用は計画的に。でも俺は引き続きこの企画を進行していきたいと思います。俺は絶対に投資でバイクを買うんだ。Jack it up.